いやてか、黒も、黒も起こすとき動画撮るの忘れとったわ。なんか毎回なんか顔になんかかけとる気がするで、今回もやればよかったけど、時間めっちゃギリギリやったから、普通に起こしちゃった。おい、起きろ。あと10分やぞ。素直に起きた。割と。まあまあ、チェックアウトギリギリやったから、さすがに起きてくれんとさ、あいつ自分で起,起きれない可能性あるよ。うん。自分で起きれない可能性ある、彼は。 まあでも一番遅かったの茶毛さんやけどね。茶毛さん多分朝の準備に時間かかるんやと思うけど。水かけて起こすの標準。茶毛さんおしゃれだからさ。茶毛さんめちゃくちゃなんか色々持ってきとったよな。なんか、リップクリームたくさん持ってきとったし。おしゃれよ。準備に時間かかるの解釈一致。一本で十分 <laughs>。 チャゲさん、チャゲさんとアルマはあれだからね、あの、首にネックレスと指輪。指輪た確たかね、右手に2つとかつけとったかな、2人とも。おしゃれやでな。そう、ごついのつけてそう。おしゃれ。アルマはね、毛量がすごかったね、毛量が <laughs>。髪の毛めっちゃあるなと思った。 <laughs> いいことだよ、もちろん,、うん。めっちゃ髪の毛あったよ。もりもりあったよ、もりもり。<laughs> 髪の毛もりもりあったよ。イメージ通り、そうやな。だいたい、うん。影丸のマスクの下なんてイメージ通りやったよな。影丸、マスク外しても変わらんからな。<laughs> ブリーチして余計にか。